Wow, welcome to Jerry's. ジャマイカのダンスレゲエミュージックが好きで、レゲエフェスに行きました。そこでジャマイカ人女性が作っていたジャークチキンを食べて衝撃を受けました。料理の研究のためにもう一度ジャマイカに行きました。昔から夢だったキットハウスを購入して1年半かけて自分でお店を建てました。そこからジェリーズのスタートです。日本人には馴染みの少ない外国料理です。初めは手探りでしたが、今ではお店だけでなくいろんなところに出店させてもらったり、高校で講師をさせてもらったりと、いろんな方がジャマイカ料理に興味を持ってご来店くださいます。春からは月に2度ほどこのジャークパンを使って本場ジャマイカの屋台スタイルで豪快にジャマイカ料理を販売していきたいと思っています。テイクアウトをメインにしているんで、ジャマイカ料理を公園だとか家だとかいろんなところでジャマイカのように口にできるようにしていきたいと思っています。夏には毎年当店の駐車場で多国籍屋台イベントといういろんな国のお料理をリーズナブルというお祭りをやっております。ぜひ一度遊びに来てください。やはり全て手作りのところです。市販のものやソース、シーズニングは一切使っておりません。全て手作りです。調理器具も全て手作りなので、そういうところはジャマイカと同じだと思っております。ただただ幸せです。ありがとうございます。ジャマイカ料理は世界でもまだまだ進化し続けている料理だと思っているので、これからもっとこう個性を出してジャマイカ料理を作っていきたいと思っています。